正しい花の交配の仕方ということで、皆さん交配してますか？こういう風にね、斜めに置いたら効率がいいよとか分かりやすいよみたいな、そういう情報がね出回っていてね、こういう形で置いているとたくさんいると思うんですが、実はこの花の置き方間違ってます。なんでねこれが間違ってるかっていう話をする前に、まずなんでこのね置き方が出回っていったかっていう話をちょっとしていきましょう。時は遡って2010年、飛び出せ動物の森、まあ、もっと前からやってるかもしれないけどね、その頃ね、あの花の交配は1日に5本まで的な感じのものがありました。確か肥料を使えば6本だったかな、まあ、そんな感じで1日にね交配できる数がね決まってました。そこで起きた問題が、交配された花どこに出来上がってるかよくわからんっていう、そういう問題があって、花がね適当に置いてあった場合、どれが新しく増えた交配花なのかわかりづらいという、そういう問題がありました。そこでこういう風にね斜めに置いて、まあ、例えばこの場合ね、ここにできた花、これ新しい花ですね、ここにできた花も新しい花みたいな感じで、どこにできたとしてもわかりやすいっていう、そういう感じで広まったのがこのね斜めの植え方です。でそれプラスね、飛び盛りまではね花がもう1か0かの状態でした。咲いてるか咲いてないか、そこに存在するか存在しないかの1か0かの状態で、このねつぼみの状態というものがねありませんでした。花が散ったらもう消える、そういう感じになっていたんで、それこそもう本当にどれが新しく咲いた花なのかっていうのが分かりづらかったっていうことで、斜めのものがね出来上がったという、そういう背景があります。なんですが、今回のねあつ森は1日にね5本以上咲く、まあ、これは別に関係ないんだけども、それプラス、新しく咲いた花がねこんな感じでつぼみの状態でね出来上がります。なのでこうやってやれば新しく咲いたところが分かりやすいですねっていう風に言ってるサイトとかいっぱいあると思うんだけども、そもそも新しく咲いたやつ分かりやすいんだよね、この時点で。これ見てさ、今日新しく咲いたのはどれでしょうって言ってさ、あこれですねってならないでしょ、これ。あ完全に、あこれと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 、これですねっていう風にめちゃくちゃ分かりやすくなっています。なんで斜めにこうやって置くことで新しく咲いた花が分かりやすくなるっていうのは一切ありません。そして、こうすると交配が咲く場所、こうやってね周りのここがいっぱい空いてて交配される確率が上がるみたいな、そういう情報とかもあったりとかするんだけど、これもねありません。これ多分もともと飛び盛りの時からなかったと思うんだけども、花の交配はね1日につき1個しかこう相手がね1人しかなりません。例えばだけど、これとこれで交配して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 っていう風にはなりません。これとこれが交配した残りのねこの3体、この3個の花はねぼっちになります。これの場合は1日に1個の花同士でしか交配をすることができません。で、まあ、これで飛び盛りの時は別にこれでよかったんだよ。なんでかというと、1日に5本までしか咲かないから。1日に5本までしか咲かないもんで、別にこうやってやっても効率がね、ものすごく下がるっていうことはなかったんだけども、今回あつ森はね1日に5本以上咲きます。もっともっとたくさん咲きます。でそこで問題が起きるんだけども、なんと今回はぼっちになってしまった花が自己繁殖をしてしまいます。これとこれがねこうやってね交配した場合、この残った3匹、ね、この子たちどうするかというと、自分で自分を増やし出します。細胞分裂をし出しますね。自分のこの遺伝子を持った自分をもう一匹増やそうとします。でこれで起きる問題が一個あって、まあ、青バラを作る時に、まあ、この青バラのね話もちょっとこの前動画にしたので、ね、ぜひ皆さん見に行ってください。こういうパターンね、黄色と白で交配をして白を使いましょうのパターン。なんでこれいいかというと、これで白が生まれた時は必ず欲しい遺伝子を持った白が咲くっていうの感じでやりたいんだけども、これがもしこっちの植え方でやってしまった場合、交配で咲いた白の花なのか、それともぼっちで増えた白の花なのかが分かんなくなってしまうという、そういう問題が起きます。そういう問題が起きてしまうと何が起きるかというと、この2番をこっちで使って新しい3番作りましょうってやるんだけど、この2番がクローンでね自己繁殖で増えた花だから種のねやつなんだよ。これが
なもんでこの3番がそもそも生まれないというそういう感じのことになってしまいます。なんでこうやってね斜めに置く利点がないっていうような感じなんだけども、これね一応ね対処する方法はねあります。どうするかというと周りを黄色にして真ん中を白にする。こうすることで交配した時の白いバラしかね生まれなくなります。こっちの方に墓地になるのが黄色になるもんで、自己繁殖するバラは黄色になるから、黄色の自己繁殖したバラ、黄色の交配したバラで白の交配したバラ的な感じで、白が生まれたら完全に、交配したバラですねっていうのが分かりやすくなるので、もしこの形を使いたいっていう場合は周りをいらない花の色にする的な感じのことをすれば OK です。なんですがそうは言ってもね、これねこうやってね網目上でやるよりもこれをねここにね植えてしまえばそれでいいんだよね。こっちの2本いらない案件があるもんで、むしろここにね黄色をもう1個やって繁殖率を2倍に増やした方が場所効率が良かったりするんで、なんで、そのことを考えてもこうやってクロスでやるやり方は特に意味はない。特に意味はないは言い過ぎだね。クロスでやった時に効率がいいパターンはとにかく花を増やしたい場合プラスとにかく花を増やしつつなんとなく交配花を増やしたい場合、そういう時はクロスで置いて大丈夫です。1個だけ交配して残り3個は自己繁殖するから花の増え方はかなり上がるはずです。なんだけどもしとにかく花を増やしたい場合はねこうやってやってねこれで水あげてもいいって言って、そういう感じになっちゃうか、別にね本当特に利点ないんだよね。さあそこまで言ってね、じゃあ今度このねダイヤモンドの形、これはどうなのかっていう話なんだけど、これは良きです。これは全然大丈夫。これをもっと増やしてしまうとあれなんだけども、4個植える感じのやつは全然良かったりとかします。良きですって言ったんだけども、四角でやった方が場所効率はいいんだけどね場所効率もいいし水効率もいいんだけどね、悪くはないですって話だね。なんでかというと、例えばだけどこことここでね交配した場合は残ったこの2つで交配してくれます。同じようにこことここでね交配した場合は残ったこの2つで交配してくれます。なので自己繁殖をしません。自己繁殖がしない分、間違った交配がされにくい的なそういう利点があります。なんですがやっぱりねこの形でやんなくても、この形でやる理由はピンクを産ませたいときはこの形有利ですね。例えばだけどこれをね横に並べて白と白をこういう風にやって赤と赤をねこっちの方にやったりとかしてしまうと、白と白赤と赤で交配してしまう可能性が出てきてしまうもんで、それがしたくないときはさっきの形は良きですね。そんなのなければ素直にこういう風にやった方がいいと思います。そして先人の方々すごいですね。どうすれば効率がよく交配できるかっていうのを考えてくれました。まずこのパターン、ここにねバラをねダイヤモンドでこういう風に植えていて、さらにその横にね同じようにこの違う花の交配のやつをこういう風に植えていきます。こうするとねこの小スペースの中で2種類の花のね交配をしてくれるといったそんな感じになります。これかなりいいんだよね。同じようなものをねたくさん増やしていくことで小スペースでたくさんの花を交配させることができるといったそういう感じになってます。同じようにこっち側、結局のとこねぼっち花を作んなければ OK なんで、こういう感じで2個ずつね、交配したやつを2個ずつ交互に別の花を置いていく作戦、これもめちゃくちゃね効率がいいです。場所効率がめちゃくちゃいい。でそれプラスね水効率も良かったりします。ここ水あげるときにねここに水をあげてここが出来上がります。でこっち側に水をあげてここが出来上がります。さらにここにこうやって水をあげてここが出来上がります。でここに水をあげてここが出来上がります。こんな感じでねこの量なんだけど4回水をあげるだけでね全てのところに水をあげることができます。でこれがねもし斜めに置いてしまった場合どれぐらいね水をあげる量が増えるかというと、これがねこっちに行ってこれがねこっちに行ってこれがねこっちに行く的な感じで1個ねここに増えます。横も多分ね増えるんだよね。その結果水あげが1回2回3回6回かな、多分6回にまで増えちゃいます。 1.5 倍のね数水をあげなきゃいけない的な感じで、水あげの効率も下がってしまうといったそんな感じになってしまいます。さあそして皆さん青バラをもらった時
どうやって増やしていくのが一番いいと思いますか？今までの飛び盛りまでの時は青バラもらったらその青バラと何かを交配して青バラが増えて青バラを1個増やしてそしたら青バラと青バラを交配して青バラをまた増やしていく的なそんな感じのことをやったと思うんだけど、今回は自己繁殖があります。なんで青バラね、まあ、これ青バラだと思ってください。青バラだとね、こうやってね2個並べた状態で水をあげた場合、確かにね青バラは増えます。青バラは増えるんだけども2個使って1本ずつしかね増えません。なんですが今回あつ森自己繁殖があるという話をねしたと思うんだけども、こうやってね1個離して青バラを独立して植えます。こうすることでねそれぞれが1本ね自己繁殖する確率があるもんで2本ずつ増える確率が合う的なそういう感じです。なので青バラを増やしたいときはね自己繁殖をして増やすようにしましょう。ちなみに繁殖率交配率というものがあるんだけども、フレンドにね水をあげてもらうと1人あげてもらうと 20% とか、まあ最大ね5人にあげてもらうと 80% までね交配率が上がります。これね同じように自己繁殖も、フレンドにね水をもらうと 80% まで自己繁殖率が上がります。この子フレンドにね5人に水をあげてもらうと 80% の確率で次の日には1本増えてる的な感じになります。なので、自己繁殖で増やした方が確実に効率がいいって感じになりますね。で、まあ、例えばですがこういう風にね花を置いた場合これどうなるかというと、これね花は花でもね全て別の花です。まあ、人間例えるならばオランウータン、サル、ゴリラ、チンパンジー、人間、そしてマントヒヒ、そんな感じになっています。全員ね別々になっているんで、これに文字水をあげたらねそれぞれがぼっちバラだから全てそれぞれぼっちで繁殖していく的なそういう感じになってますね。いかがでしょうか皆さん、交配についての正しい知識得られたでしょうか。よく巷で言われてるねこう斜めで置いていく感じ、これがねそんなに意味がない、利点があんまりないということが分かったかと思います。皆さんぜひ正しい知識をもとに楽しく青バラ生産、交配バラ生産、交配花生産をねしていってください。まあ私青バラまだ作ってないんですけどね。